服の胸のボタンを下級生たちに狙われ頭かきながら逃げるのね。本当は嬉しい苦節してる人気ない午後の教室で机にミシャル掘るあなた。やめて思い出を刻むのは心だけにしてとつぶやいた。離れても電話するよと小指差し出して守れそうにない約束はしない方がいい。ごめんね、うせらの薄いスカーフで尖った時間を結びたい。だけど東京で変わってくあなたの未来は知隣の子にさえ抱いたわ。いたずらに髪を引っ張られ怒ってる裏ではしゃいだ。駅までの遠い道のりを初めて黙って歩いたね。反対のホームに立つ二人時の電車が今ひ